かなでさん、こんにちは。あ、星野さん、ギターケースを持ってるっていうことはこれからバンドの練習？はい。あれ、かなでさんからなんだかいい香りがするような。え、ああ、もしかしたら星野さんが使ってくれたアロマキャンドルの香りかも。起きた後、なんだか頭がすっきりしなくて使わせてもらったんだ。そうだったんですね。あの、どうでした？よかったよ。優しい香りですっきりした。寝る前にも使えるかもって思った。本当ですか？お役に立てて嬉しいです。どんどん使ってください。